スノーマン岩本宮舘、主演演出舞台での役割分担を発表深沢は、差し入れ担当です。9人組グループスノーマンの岩本光、深沢達也、宮舘良太が7日、都内で行われた新橋演舞場4月公演、松川原制作発表記者会見に登壇した。昨年、長年愛され続けた、滝沢歌舞伎が終幕し、 新たに同書で主演演出を務める3人が役割分担を発表した。滝沢歌舞伎をはじめ、舞台、映像など幅広いジャンルを通してその才能を発揮してきた3人が、今回、新たなエンターテインメントを創造。公演タイトルには、日本語である「祭、ま、り」とフランス語で「祭、ま、り」を意味する「ガーラ」という同じ意味を持つ語を使用し、和と洋の要素を盛り込んだ祝祭感のある華やかなステージを表現する。 まず振り付けを担う岩本は、気づいたらやらせていただいていますと恐縮しつつ、振り付け、構成、音響、照明、ほぼほぼ入らせていただいていてる。どういう風に踊ったら面白いか、とか、より2人や他のキャストさんのエネルギーを届けられるのか、頭の中で想像しながら振りをつけている最中ですと報告。